皆さんこんにちは、木の爺です。私の直腸がんライフ、久しぶりですね。今日は第31回になるのかな、久しぶりにお届けします。今日はですね、最近の、近況といいますか状況を伝えてみたいと思います。世間はですね、緊急事態宣言、大変な状況がねになってますよね今ね。私たち直腸がんのね閉鎖手術を終えた者にとってはもう毎日が緊急事態宣言ということで、今日の題名もね、このちょっとなんか不謹慎なような題名がなってますけど、決して茶化してるわけじゃなくてね、冗談抜きの話なんですからね。本当にもう線路は続くよいつまでもの歌詞に乗せて、この題名ちょっと歌ってみてくださいな。本当シャレになんないんですけど、緊急事態宣言、ここ福岡にも出てますけどね、本当にそれにしても皆さん、アベノマスクはぶったまげましたよね。正直ぶったまげました。ここではね、政治的発言は、しないことにしますので、直腸がんの話題をお届けしていきたいなと思います。最近の近況なんですけどね、実は今日がね2020年4月8日水曜日ということで、丸4年が経過しました。直腸がんのね、その閉鎖手術をしてから、4年が経過したということです。忘れもしない2016年の、3月といえばね、皆さん、熊本の大地震が起きたあの日ですよ。本当に確かあれは病院の6階かな、安価にの集中治療室に入ったんですけどね、あまりに揺れてね、本当に今この世の終わりかと思うぐらいに揺れて、ベッドからもう本当に転がり落ちてね、もう死ぬんじゃないかっていう思いましたね。まして手術後ですから、もういつでももうトイレに行きたい状態なんですよ。なんで本当にもう四六時中トイレに通ってるわけなんですが、トイレにもう入って便座に腰掛けてるとね、その便座からもうずり落ちるぐらい揺れましたもんね。そんなことはさておき、じゃあ今どう4年経ってどうなのってことなんですけども、結論から言うと、変わりなくおむつパッドは手放せませんし、トイレもしょっちゅう通うし、漏らしちゃうしっていう状況なんですが、それでもね、ちっとも良くなってないじゃん4年も経ってっていう話ではなくて、少し良くなってんですよ。本当に少しずつね、担当のお医者さんにもね、本当に月単位でちょっとずつね、じわりじわりと良くなっていくんでっていう話をいただいたんですけど、まさか4年経ってもこういう状況だとはってね。それぞれ手術した人の状況とかそういうのもあるんでしょうけどね、一進一退を繰り返すというそういう状況で、途中ね、何度もこれは良くなったかな、完璧に治ったな、もうおむつパッドいらないやっていうほど好転して良くなったってことは何度もあったんですよ。ただしそのたんびに裏切られるわけで、そうだな、例えば何が良くなったかっていうことで言うと、寝ぐそっていうのがまずねほぼなくなってきたと思ったんですけど、やっぱりこの間ね2年ぶりぐらいにありましたね。本当に、
まあ、よっぽどひどいお腹下してるとか、まあ、ちょっといろんな状況が悪くて、まあ、いろんな状況っていうのはね、なんでかっていうとね、様々なこの排泄障害、我々ティジストーマね、人工肛門の一時的なものを塞いだ後のこの排泄障害の状況って言っても一パターンじゃないんですよ。いろんなパターンがあるんですよね。まあちょっと大体基本的にね、まあ通常の普通のうんちの形になってトイレに行ってね、排泄する分には変わらないんですけど、やっぱりそれがね、頻繁にも何回も何回もトイレ行くんですね。そして最後の方はだんだん緩くなって下痢になって、じゃーってこう、まあ、漏らしちゃうような、もう我慢できなくて間に合わなくて、まあ、いろんなことあると思いますっていうのが、まあ一つ基本パターンとしてあるんですね。それ以外にもやっぱり硬いね、うんちになってる時ってすごい痛いんですよ。なぜかっていうと、僕の場合なんかも肛門のすぐ近く 2.5 センチのところをバッサリ切って縫い合わせてますから、まあ、そこが触れるとやっぱりまだ痛いんですよね。でその痛い状況、つまりね、硬いうんちでも下痢と違って漏らさないからいいじゃんってことにはなんなくて、少しずつね、これがね、怖いことに硬いうんちでもね、漏れてくるんですよ。そうした場合にやっぱ肛門のビャーって広げてね、こう割り裂いてこう硬いうんちが出てくるもんですから痛いんですよね、まあ、常に肛門にこうなんかが挟まってるような感じで、非常に不快だという状態のまんま、ずっとこの便秘っぽいような感じで過ごすって、これもなかなかね、漏らすよ、これだったらまだもう本当に下痢になってすっきりね、漏らしちゃった方、漏らしてもいいから出ちゃった方が楽と、そんな状況なんですよね。このところの大きな、そうですね、最近のトピックとしては大きな変化というんですか、まあ違う動画でも配信したんですけども、愛犬のね、柴犬のランがね、ちょっと死んじゃったことですね。大ショック受けまして、もうそのショックからですね、引っ越ししました。まあ引っ越したといっても、前住んでたのは、まあ、博多駅のね近辺に住んでたんですけど、そっからちょっとまた、その博多区から早良区という、ちょっとまた離れた隣の隣町ぐらいのところに引っ越しましたね。いくらか気分変えることできましたね。本当にもう立ち直れないんじゃないかっていうぐらい、ちょっとこれ皆さんもね、ペットというよりも我が子のように可愛がってるワンちゃんだの猫ちゃんをね、亡くなった時ってもう本当落ち込むと思うんですけど、いやー落ち込みました、まだ落ち込んでます。毎日やっぱり本当に情けない話なんだけど、動画見たりしてね、本当写真見たりして思い出すと、もう本当もう泣いちゃいますもんね。まあ話はそれましたけれども、また直腸がんの話に戻しますが、まあそんな状況ながらも何が良くなったのっていうことですけど、まあ、先ほどちらっと言った寝ぐそがねする回数が減ったと、もうほぼしなくなったということもあるんですけれども、あとはね、トイレに行く回数、みんなやっぱりこの排泄障害に陥ってる人って1日に何度も行くと思うんですけど、これがやっぱり多少減ってきてますかね。最初の頃って本当に40回50回行ったっつっても過言じゃないぐらい行きましたもんね。今はね、1日1回で1回のトイレで済むこともあるんですよ。あ、それ大きいですよね。1日1回って普通ですもんね。1日1回から、まあ、5、6回ぐらいまでに減った、行ってもね5、6回ぐらいまでに減った。ただしね、前とやっぱり状況が変わってきてるっていうのが、1回
回のトイレで済むっていう場合でも、その1回の中でまあうんちが小出しにっていうか、小出しでもないんですよ、でも結構ねすごい量出るんですよね。ちょっと汚い話で、申し訳ないんですけども、まあ1回トイレに入ってその中で5、6回には分けてするという感じですかね。だからねもう結構籠城しちゃうんです。もう下手したら1時間近く入ってる時ありますよ。まあ、それもなかなか辛い話なんですけども、まあ ただしね、まあ、それほどトイレにこう頻繁に行かなくてよくなったという、ちょっと好転したということは見えますね。あのトイレもね一回行っちゃうとなんかこう線が外れたように、やっぱ次から次に行きたくなるんですよね。まあそれが減っただけでもだいぶ楽になったなと。ただし ね前からちょっと言ってるんですけど、私自営で自分で仕事してるから、自宅で仕事してるからまだいいんですけど、これがね雇われ仕事でもう会社勤めるとかだったらちょっとやっぱ無理。これは個人的な見解ですけど無理でしたね。これ無理だった。まあ本当だから世間で巷でねこの苦しんでる排泄障害に苦しむ、ピストーマ閉鎖後の排泄障害に苦しんでおられる方はもうたくさんおられると思うんですけど、もう本当にもうご愁傷様ですって言いたくなります。毎日が緊急事態宣言ですからね。ああそれとね、トイレットペーパーの消費量も、結構減ってきたかな。まあやっぱりね相当トイレットペーパー使うわけですよ、トイレにそんだけ行くってことはね。だからねうちらはねまず水道代が高い。すごい水しょっちゅう流してますから水道代が高いで、トイレットペーパーがすごい消費する。だからこの間トイレットペーパー不足になった時焦りましたよ。もう結構ここ福岡でもねどのぐらい2週間、3週間近くはもうトイレットペーパー買えませんでしたからね。ちょっとふざけんなと思いましたよ。もう買い占めないでよもうって、本当にもうなんて言うんだろう、死活問題ですからねうちらのような、まあ、排泄障害者にとっては。まあそのトイレットペーパーの消費が減ったということと、おむつパッドねもうやはりそれほど枚数以前ほどは使わなくなってきたかなっていうのはありますね。あとは他に食べ物もね本当に前みたいに気を使ってあんまり、あれ食べちゃいけないとかね、これを食べようとか神経質になりすぎることは、やめましたというか、もうなんかちょっとバカらしくなってきてねというのは本当にね、前もちょっとこの一連の動画で話したことがあるんですけど、食べ物が原因でがんになるとかならないとか治るとかいうことって実際の話ねないと、まあ 100% ないとは言い切れないかもしれないですけど、それによってね治るような本当に苦労しないわけですよ世の中のお医者さんとかね、がんに苦しむ人たちも。何々の水を飲んだら良くなったとかね、まあ怪しげな話には本当に乗らないようにねした方が良いと思うんですけれども、一応食べ物でカレーとラーメンとかがね結構苦手で、それ食べた後は来るよって、何が来るのって、トイレ催すよと、それはねまだやっぱりあるにはあるみたいですね。まあちょっとお腹痛くて下りやすくなるということはあるみたいですけど、もう僕はほとんど気にしてません。カレーもラーメンも大好きなんで、ちょっとね取り留めもない話になってきちゃうんで、本日はこの辺で私の直腸がんライフ第31回目の話は終わりたいと思います。次回はね、また
何か状況が、あ、今度ね、定期点検、定期検診ね、がんの8月かな、あ、なんですよ。その時には、血液検査のほか CT も取りますんで、最近なんかちょっと右のなんかね、下っ腹の方がなんか異常な痛みになったり、まあこれもか、まあ気にすることないと思うんだけど、たまにそうなったりもするんで、まあ今のところこの4年間でずっと検診をしていただいて全く異常はないということにはなってるんですけどね。まあまだ5年以上は経過してないので、なんともね、治ったともなんともデータ的にももうわからないんでしょうけど、8月に定期点検がありますんで、その結果とかもね、あるいはまたなんかいろいろ問題が発生したりした時には、動画を撮って、問題発生した時にもう動画を撮ってないとは思うんですけど、お伝えしたいと思います。今日は長々と最後までありがとうございました。木の爺がお送りしました。それではまた。